こんにちは。今日はですね、久しぶりのすっぴんでの動画なんですけども、実は一昨日ぐらいに多分肌荒れに塗る用の薬が入ってるポーチをなくしてしまって、リップとかもいろいろ入ってたんですけど、まあちょっと今日探しに行くんですけどそれがないとちょっと今肌荒れがまた出てきて化粧ができないので、今日はこのスタイルでメイク動画じゃない動画を上げていきたいと思います。今日はね、雑談をしながら、このね、おばあちゃんが私の子供にね、帽子を2つ縫ってくれたんですよね、手作りで。なんでこれに実は顎紐がついてないので、浅くてね脱げやすいので、これに顎紐をつけていきながら何か雑談をしていきたいと思います。でですね、うちのおばあちゃんなんですけど、結構ねこういう裁縫みたいなのが得意みたいで、なんかいつもいろいろ送ってくれます。カバンとかね塗ってくれたりとかしたり、他にもねなんかどっかで売ってるみたいですね、カバンも。ちゃんとした天満屋みたいなところかな、よくわからんけど、まあちゃんとしたお店で自分のブースを持って売らせてもらってるみたいな。自分がねもうおばあちゃんなんで自分が売り場に立つことはないんですけど、まあなんかそういうところでね、カバンを普通に5、6000円するようなパッチワークのカバンとかを売ってるみたいで、こういうね帽子とかカバンはちょくちょく送られてくるんですけど、まあ意外にね、意外っていうのも失礼なんですけど、私たちでも普段使いできるようなカバンとか売ってくれるんで、今でもね普段ちょっと出かける時とかにそういうカバンを使ったりとかしてね、すごい役に立ってるんですけど。どうした？ひひひ。こういう子供用の帽子ってやっぱ子供は日焼けに弱いじゃないですか、肌が。なんであるとありがたいですよね。そうですね。今日ね、その娘が今何ヶ月、7ヶ月ちょっとぐらいなんですけど、ほんとさっきね、昼ぐらいにね、なんか自分でつかまり立ちをね初めて成功させて喜んでました。私も喜んだんですけどね。よいしょ。うん、子供の成長が早くて親は取り残されていってます。やっと動画を始めて1ヶ月ぐらい経ちました。早いですね、1ヶ月。本当はね毎日ね動画も上げたいんですけど、なかなかね動画を撮る暇がない時もあるというか、主人が休みだと基本的に外出させられるので、まず動画を撮ることができないんですよね。よいしょ、ここでいい？できたできた。はい、ありがとう。はい、1個目完成です。おっとっとっと、1個目完成しました。こんな感じですね。まあ多少きつかっても伸ばせばどうにかなるかなと思って、長さはねパッと見ただけです。縫い付けるのも適当ですしね、誰もゴムまで見る人はいないので。では次、こちらのリボン、赤いリボンがついたドット柄のねこちらの帽子にも紐をつけていきたいと思います。でね、最近娘がもう7ヶ月なんで、まあ頑張って毎日離乳食を食べさせてて、今5ヶ月から始めたんで、そろそろ2回食にしないといけないんで頑張ってるんですけど、なかなかねドロドロしたご飯から卒業してくれない。粒が多少あるご飯食べてはくれるんですけど、まあ途中で怒り出すみたいな、なかなか苦戦してます。まあ慣れないのはわかるんで、そんなに焦らずにねゆっくり進めていこうとは思うんですけど、この子が1歳になったら私も働きに出ようと思ってるんで、ちょっとね頑張って1歳ぐらいには卒乳をして保育所にね行けるようにしていきたいので、ちょっとだけね気持ちが焦ってしまいますね。何か離乳食が嫌いな子供に美味しく楽しくご飯を食べてもらう
方法があったらぜひ教えてください。まあその子の個性なんでね、なかなかみんなが同じようにいくとは思ってないですけど、離乳食難しいですよね。でもなんか好き嫌いがある場合もあるし、好き嫌いがあるから食べんのか、それとも粒が気に食わないのか、まだちょっとねわからないです。言葉を喋らないので。最近もうめっちゃ暑いですよね。あ、こらこらこら、糸返せ糸返せ、ひひひひひ、ベロが長いね。もうなんか今撮影するために一応パーカー羽織ってるんですけど、もう暑すぎてここ2、3日を家でいるときはもうジャージの短パンにタンクトップです。ちょっとね、授乳用の下着をつけてるので、これをパーカーを脱ぐとそれが見えちゃうんで一応着てるんですけども、マスクの中がそれがあった、ありゃー、それで遊びやって、もうマスクの中汗でやばいですね、すごい暑い。もうなんか化粧崩れする季節が来ましたね。私なんか体質で鼻の頭にすんごい汗かくんですよ。たまにね似たような人に出会うんですけど、他のところ汗かいてない、冬とかでも鼻の頭だけすんごい汗かいてたりとかして、ファンデーションもねすぐ鼻周りだけ取れたりとかしちゃうんで、それに結構無意識にね手とかで拭いてしまう癖があって、それで手について服が勝手に汚れてたりとかも結構あるんでね、夏はねあんまり得意ではないんですけど、まあ今年ももうねまだ春ですよね。なのに真夏日とか言って30度超えとかっていうところもあるんですよね。なんでちょっともう早くも今年はくじけそうです。なんかもうだってまだ5月の頭やのにタンクトップで過ごせるって、もう夏どうなるんって感じですよね。ほんともう暑いの嫌いなんですよ。寒いのも嫌いやし、普通が一番。夏ね暑くてもエアコンつければいいっていう人いると思うんですけど、エアコンの風がね苦手なんですよね。なんか関節が痛くなるババ臭いけど本当に。よしできたじゃん。これでどうや、いい感じ。よし、オッケー。まあこんな感じで顎ひもつけるのは終わりました。はい、どっちたの。はい、まあまあすんごいダラダラした動画になったんですけど、まあ、もうちょっとね喋っていこうかなと思うんですけど、あのまあ一月動画を続けてきて、たまにねコメントもつくようになってきて、最近ねバッグの中身を紹介してほしいですっていうリクエストなんかも来てですね、そのリクエストはねぜひあのやらせてもらおうと思うんですけど、今はちょっとカバンが汚いんでね綺麗に片付けしてからやっていきたいんですけど、まあそういうねリクエストはまあ気になる、こんな私のあれが気になるこれが気になるっていうのがあれば全然言ってくれれば動画撮りますんで、いつでもコメントくれればと思います。ツイッターでも動画 YouTube でも、はい。でもそのやっぱ忙しいのですぐにねできないこともあります。私も動画ねいっぺんに何本も撮りだめして、まあ1日に3本とか上げる時もあるけど、その中でも撮ったまま置いといたりする動画もあるんですよ。次のもし投稿できなかった時とか撮れなかった時のためにって言って、なんでそういうのを使ったりもするんで、すぐに撮ってあげることができないこともあるんですけど、まあできる範囲でねいろいろチャレンジはしていきたいと思ってるんで、気になることやってほしいことあればぜひねリクエストでコメントしてくれればと思います。
でもね、まあできないこともあるんで、それはまあ無視すると失礼なんで、まあ今のねコメントが少ないうちは、あのまあ動画でちょっとこれはできないんですみたいな感じでね、動画の最後とかにちゃんと理由をね伝えて、そういう風な対応していければと思うんですけど、まあ今のうちに今パッと思い浮かぶか範囲でできないことっていうのは、家族を動画に映すこと、これは子供も主人も映すつもりは今のとこないですね。あとは部屋ですね。ルームツアーやってる人いっぱいいると思うんですけど、やっぱりうちはもう一人だけの家ではないので、主人、まあ子供は赤ちゃんですけど、まあそういうプライベートもありますんで、部屋の動画は上げられないです。でもう一つね、はい、どうしたもう一つが、あのこのコスメのレビューしてくださいって言われたからやってるみたいな YouTuber さんいっぱいいると思うんですけど、まあ、私はちょっとねそれはね難しい場合もあります。例えば高いコスメとか、例えば SK2 レビューしてくださいって言われても、まず買うことができないですし、あと高いコスメ、もう私は基本的に2000円超えるコスメは絶対買わないので、1000円超えてもね結構厳しいなって思うんで、なのでまあ Mac 買ってください、 Mac のあのこれを紹介してくださいとか、あとはまあいろいろあると思うんですけど、何があるだろう、ランコムとか、エレガンスとか、エレガンス XL? エレガンスかなとか、そういうねちょっと高いコーナー、そこまで高くもないけど、まあ 2,3,000円するようなコスメは基本的に購入しないですし、まあちょっとレビューは難しいかなっていうのがあります。あとはまあ私がこの先そのコスメを使うかどうかわからないようなもの、例えば私コンシーラーは基本的にほぼほぼ使わないんですよね。もう塗りまくるのがあまり好きじゃないので、なのでどこそこのコンシーラーをレビューしてほしいですって言われても、その先に使うことがないので、その動画のためだけにコスメを買うっていうのはしたくないので、まあそういうのはないですね。あと絶対使わないけど赤いリップを紹介してほしいって言われても、赤いリップは私は似合わないからつけないと思うので、多分買わないですし、あと色がついてる系のアイシャドウ、なんかこう、うん、キャンメイクとか、よいしょ、でもあのなんていうんですか、限定で何なんかすごい派手な色、オレンジ、緑、水色とか、そういう派手な色のアイシャドウとかあると思うんですけど、そういう系はまあ使い切る自信がないので、基本的にほぼほぼ買わないと思います。たまにねすごい可愛いっていうのがあったら買うこともあると思うんですけど、まあなかなか難しいからっていうので、まあ、そういうね、あの使い切る保証のないコスメの購入はしないので、なあのこのレビューしてくださいっていうリクエストに関しては必ずしも答えられるとはちょっと言い切れないところがあるので、そちらはご了承いただければと思います。はい、それではそんな感じでね、気になることあれば質問もね答えていきたいと思いますので、質問とかリクエストとかあればどしどし言ってくれればと思います。はい、それでは本日の動画はねすごいダラダラした感じだったんですけども、この辺で終わりにしたいと思います。本日もねご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったと思った方はぜひグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。